よっ YouTube、 どうも直樹です。さて今日もヘアスタイル解説をやっていこうと思います。で、今日はですね、BTS さんの、メンバー、7人いるのかな。僕ごめんなさい、名前が全員わかんないんです。全員わかんないんで、だけど写真は多分7パターンあるんで、ダイナマイトっていう曲の時のヘアスタイルを、ちょっと僕調べた中なんですけど、7人分パッとやっていこうかなと思います。で、まずは彼ですね。ちょっと名前が分かんない、彼の髪型からなんですけど、まあ、これは難しくなく、まあ、センターパート、まあ、それから64で分けた、形の、マッシュですね。基本的にはマッシュでいいと思います。で、中刈り上げた方が僕はいいかなと思いますね。こんだけ収まってるんであれば、もうこのこめかみから8、ボンドクボぐらいまではがっつり刈っちゃって、多分これはねバリカンでいいと思うんですけど、で、この耳上に合わせてまっすぐ、マッシュベースでまっすぐ切ってあげて、で前髪ちょっと長くてもまあいいかなっていうぐらいな感じで、少し黒目の端部分、この奥部分ぐらいな、間で前髪部分は少し長めでもいいけど、まあ、基本的にこう耳上に収まる感じのマッシュでいいと思います。センターパートとか、64で分ける時も、まあ、段は本当にちょっとつけるぐらいでいいと思います。上の段が少し軽いだけでちょっとこう丸く入ってきやすいので、基本的にセンターパート中刈り上げて、64か、センターパートで分けてもらって、マッシュで耳にかからないぐらいの長さでパツッとまっすぐ切ってくださいっていう風に言って、前髪の部分だけ少し長めに調整してくださいって言えば全然問題なくこの髪型になると思う。そんなにまあ難しくはないですね、シンプルに。んだからやっぱりこうあまりこう癖が多い人はちょっと難しいかもしれないですね、彼の場合は。うん、カラーリングはこれ多分ブリッジスタート紫とかちょっと入れてる、紫と金髪がちょっと混ざってるんで、はっきりとは分かんないんですけど、まあ一度明るくしないとこういう色は入りにくいかなとは思います。で、彼ですね、次は彼、彼も、まあ、さっきの1枚目のこととほぼ変わらず、うん、って感じですけど、中買って、うん、これ襟足の部分見るとちょっと長めなんで、まあ軽い位置は全部同じです、うん、こめかみから8通ってボンドクボでいいと思うんですけど、買って横の部分を、バリカンで6ミリとかで買ったら、耳から後ろの部分は少し長めにこうハサミで甘めに切ってもらってもいいかもしれないです。そうするとこの後ろのちょっとこう出てくるところがあるから、けどあんまり僕はここなくてもいいと思いますけどね。バリカンで全部いっちゃってもいいし、ちょっとこういう辺後ろがちょっと甘めに残したいんであれば、ちょっと甘めに残してハサミで甘めく刈り上げてもらって、で上はもうそのまま耳にかからない長さでもう増しまっすぐ切るような感じでいいと思います。で後ろはちょっとボンドクボもちょっと下がってもいいかな。まっすぐがちょっと嫌だなっていう人はちょっと下がってもいいし、後ろ下がりボンドクボもいいの感じで、この場合彼の場合はこう前髪を普通に分けてないで下ろしてるんで、まあ、こういう時にする時っていうのはちょっとこう段がちょっと多い方が軽さが出やすい。マッシュって基本的に面で見せてこう重く見えやすいので、量を減らすか、それがまあちょっと上に段を多めにつけたりとかしてちょっと軽さを出すっていうのが一般的なので、1枚目のよりもちょっと段は少し多めの方が僕はバランスはいいのかなとは思います。うん、マッシュって基本的にやっぱ丸くなりやすいから、面長の子とか卵型の子には合いやすいで、丸側の人にはなかなか、丸側の人だったらこう段をいっぱいつけたマッシュベースの方が動きが出やすくていいと思います、僕は。で、彼ですね、彼の場合は、彼なんだっけ、名前なんかあれだったな、RM だったっけ、なんかそんな感じの子だったね、確か。ちょっとこう、おしゃれな感じの色を結構やる子だったと思うんですけど、まあ、彼の場合はショートでいいと思うんですけど、この場合は、2セクションではないですね。こめかみから8、ボンドクボぐらいまでの部分は、ハサミでこうグラデーションでこうバッツリ、バリカンでやるんじゃなくて、甘めに鉢の部分にこう重さを残すように切ってもらって、そこからつなげて上の部分だけちょっと長めに残すようなね、普通のショートヘアでいいんですけど、上の部分もグラデーションで綺麗に短めに切ってもらって、セットでこうオールバックにしてるって感じなので、前髪の部分は眉毛かかんないぐらいまで短くがっつりしてもらっていいと思いますし、2セクションではないってことは覚えておいてください。これ2セクションで切ってる形じゃないので、
ちゃんとつなげて、鉢の部分から下はグラデーションで綺麗に切って、で上の部分は2セクションじゃなくて普通に切って、短めも僕よりもちょっと長めぐらいで切ったものをオールバックにしてるって感じなので、まあカラーはこれはもうブリーチ本当に1回じゃ無理だと思います。絶対に1回でなかなかここまで入るってなかなかいないので、やっぱり2回3回やらないと難しいですね。なんか聞いた話によると結構こういう韓国のグループがですね、韓国のグループの人とか結構すごい頻繁に美容院行くって聞いてるんで、結構こまめにやっぱりやらないとこういう発色は出にくいのかなと思うので、その辺もちょっと気をつけた方がやるときはいいかなと思って、やっぱ色が抜けちゃうとね汚くなっちゃうので、その辺もできるのであればっていう感じですね。で彼の場合ですね、彼の場合は、黒髪で、やりやすいヘアスタイルだと思いますよこれは、彼見た感じちょっと僕の憶測ではあるんですけど、このこめかみの位置の上の部分結構上で切ってるんですよ。こめかみの位置ってこう出てるところぐらいなんですけど、これよりももっと上で切ってるので、結構もう要はヨーロッパだったりとか欧米系とかアメリカの人がやるようなこう外人っぽいような鉢よりももっと上の部分でこう刈ってますね。でそこから、鉢を通って、で、後ろまで下がらなくていいと思うんで、そのままがっつり切ってもいいと思うんですよ、僕、まっすぐ。で、中はバリカンで、6ミリとか9ミリでいいと思いますよ。で、がっつりいっちゃって、上の部分を耳にかかんないぐらいな、まず場所で切ってもらって、前髪を少し長め、目にかかるぐらいな感じで長めで切ってもらう。っていうような感じだと思います。これね、さっきの1枚目2枚目の子もそうですけど、軽い位置が変わるだけで軽さだったりとか長さで全然雰囲気が変わってくるんですよ。そうなので刈り上げっていう面では一緒なんだけど、位置が違うだけで、あとは七三で分けてあったりとかっていうするだけなので、で上は少し段を入れるぐらいでいいと思いますよ。 1,2 センチぐらいの段を入れて、でジェルだったりとか艶出しのワックスとかで本当にこう後ろにセットしたりとか前に下ろすような感じ、動き、直毛の人はやっぱパーマが必要かなと思います。毛先の分だけ、あんまりこう元々直毛じゃなかったりとかちょっと癖があるんですよっていう人はこういう髪型は全然いいと思いますね。黒髪でも全然いいし、ただその刈り上げる位置が高いので、そこができるかどうかっていうものです。結構ちょっと怖いなっていう人いるんですけど、そこまでやらないとこれにはならないので結局は、怖いっていう人は別にこめかみ位置でもいいですけど、全く同じようにするんだったらこめかみより上の位置でバリカン入れないとこういうふうになりにくいって感じですね。で彼の場合は2枚目のことを一緒ですね、ほとんど、中刈り上げて上からマッシュベースで切って、彼の場合は、耳よりもちょっと上、その刈ってる位置は鉢からこめかみから鉢を通ってボンの部分でいいと思うんですけど、顔を合わせてる位置が耳上ぴったりとかではなくて、耳より1センチぐらい上の部分で切ってあげて、そのままマッシュベースで眉毛がちょっと隠れるぐらいかなの位置なので、前髪はそんなに長くしすぎず、ちょっとこの幅を耳にパツッとこうくるんじゃなくて、耳よりも上ちょっと隙間がれるような感じ、ちょっと本当にこう上に乗っかってるようなイメージになってくるので、卵型だったりとかの人はよく似合いやすいヘアスタイルの一部ではあるのかなと思いますね。これはカラーリングも光の加減でいろいろあるので、全くこういうのにしてくださいって言っても結構美容師さんも結構困る時もあると思うんですよ。元々がどんな色なのかちょっと多分ミュージックビデオとかになると分かるのかもしれないですけど、基本的にオレンジっぽいような色味をベースにしてると思うので、金髪一回抜いて色入れたらもっとすごい綺麗に出すんですけどね、結構これブリーチなのって言うかもしれないですけど、結構ブリーチしないと、色味的にはなかなか出にくいなとは思います。似たような感じっていうのはオレンジ味でも出るんですけど、なかなか簡単には出せる色ではないので、その辺も注意した方がいいかなと思いますね。で彼の場合はちょっと変わった感じのヘアスタイルですけど、ウルフマッシュみたいな感じですよね。でこれは要は難しくなくて、マッシュに襟足が伸びたって感じだと思っていただければ全然問題ないです。要はこの横、耳から前の部分っていうのは基本的にマッシュなんですよ。普通に目にかかる長さで長いだけです。長くなって、耳を通ってる、耳半分ぐらいまで通ってる感じのこの斜めのマッシュベース、だから横のマッシュじゃなくてこう前上がりのマッシュみたいな感じでこう切ってるわけなんですよね。そうで、ここから後ろの部分は襟足を長めに残して
で合わせてダウン全部入れてもらえればいいだけなので、中も買ってるっていうイメージではないので、彼の場合は基本的に目に、前髪は目にかかる位置で、横は耳半分にかかる位置、ここをつなげるようにマッシュで切ってもらう、横は。で、襟足は残してウルフっぽくしてください。で、この段のまま、耳上のまま、耳真ん中のまま、この、マッシュの形をこのボンドクボクに行くマッシュなんですよ。で、襟足をそのままつなげるような感じで長く残して、耳前ぐらいまでこう来るような感じのマッシュ。僕、これだったら髪型としては、全然おしゃれなんでかっこいいんですけど、髪型としてはもうちょっと前髪に出る、目にかかんないぐらいのマッシュの方がバランスはいいのかなと思います。それに対してこう段をしっかり入れてる、全体的にこうウルフにしてるので段を入れて上の高さも出しながら襟足も長いっていうマッシュウルフベーススタイルなので、まあ襟足が伸ばせるっていう方はこれでも全然いいのかなと思いますね。基本的にちょっと長めなマッシュウルフ、そう、長ささえ言えば全然問題ないです。美容師にこう目のところ耳半分かかるぐらいで、襟足はこの耳にかかってくるような長さのマッシュで、ウルフでマッシュウルフで切ってくださいって言えば全然問題なくできます。まあブリーチは絶対しなきゃ色は入らないですね、これは。で彼がジョングク君かな、彼の場合はまあ難しくはないですね。まあ今までやってきた彼らの長さとほとんど変わんない。2セクションで切って、なんかここが短いんでね、基本的にこめかみ部分から A8、A5 の部分は A カッてパッとかって。で、上からこの彼の場合センターパートで耳にかかるぐらいの長さ。耳からこう目の下ぐらいまで流れ、ちょっと前下がりっぽいような感じでいいのかな。前下がりっぽいような感じで切って。で、後ろはそのままボンノクボまでかかるような感じで、このラインで。でちょっとだけ、段 2,3 センチぐらい段を少し入れる感じでセンターパートでいいと思います。この動きっていうのはもう直毛だったらパーマかけなきゃ、毛先のパーマ、もしアイロンにするんだったら毛先だけちょっと後ろに流すような感じで、ストレートアイロンだったりとか、あとはコテでちょっと巻いたりとかして動きを出せば全然難しくないです。すごい癖が強い人とかってなかなか難しいですね。ストレートアイロンで伸ばしながらうねりを出さないといけないんで、なので髪質的にもできるできないは絶対にあるんです、今まで消化した中でも。なのでその辺はちょっとこう自分で基本的に彼らの場合はあんまり癖がないタイプの髪型なので、その辺もまあ自分たちで自分の髪型、髪質と合わせながら似合うものだったりとか好きなバランスだったりとかあると思うので、それに合わせてやってもらえればいいと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。